ヨドバシカメラ、ヨドバシカメラ、新宿西口本店ヨドバシカメラ、新宿西口本店は、東京都新宿区西新宿一帯にある、家電量販店、ヨドバシカメラの本店である。リッパブリック参加の替え歌、ヨドバシカメラの歌の一節、新宿西口駅の前の名の通り、新宿駅、西口一帯の広い範囲に店舗を展開している。 巨大な複合商業施設の各テナントとして入居する、近年の出店スタイルとは異なり、マルチメディア館、北館、南館、東館、トラベル館、カメラ館、プリント館、修理、フィルム館、携帯アクセサリー館、ゲーム館、ホビー、おもちゃ館、ガシャポン館、時計総合館、携帯、スマートフォン館の13館体制となっている。開業以来の店舗は、 現在のマルチメディア東館に相当し、1980年代以降の規模拡大に伴い周辺のビルを買収、複数のビルを一棟の店舗ビルにまとめて、改築するなどを繰り返し、売り場もたびたび変化した。また、マルチメディア館は、旧本店とその周辺建物を買収、連結させたものであり、床面高さが異なっている部分は、緩やかなスロープで繋がっている。 2018年頃までは、時計総合館隣のヨドバシビル5階に、アダルトソフト売り場があったが、現在は閉鎖している。カメラ売り場が、マルチメディア館、東館1階、カメラ館、修理、フィルム館、プリント館の4館に分散するなど、同じジャンルの商品であっても、複数の建物に売り場が分かれていることがある。同様の手法で、売り場面積の拡大を行ってきた。 エディオン、広島本店は、2010年代以降新館の建設と売り場の集約を図っており、大きく様変わりを見せている。最大規模を誇るマルチメディア北建てはかつては、立体駐車場付きオフィスビルだったものを、1998年以降にフロアを買収し、それとともに徐々に規模を拡大。当初は1階開口部も、部分的、店舗も3階程度までだったが、 地下1階地上8階全館に売り場を拡大し、当初なかったエスカレーターも新設された。最も新しく開店した携帯、スマートフォン館は、新宿高速バスターミナルが入っていた前新宿台にビルを取得して、順次リニューアルした店舗であり、2階には、ヨドバシカメラとしては、珍しいアウトレット品を揃えたコーナーがある。なお、ヨドバシカメラは、新宿東口にも、 マルチメディア、新宿東口を出展している。また、かつては、新宿西口駅近くに、新宿西口大ガード店があったが、2005年8月28日に、閉店した。北立南館、東館。ありがとうございます。